ブガッティオートモビルはフランスに本社を置く自動車メーカー。フォルクスワーゲンが往年のブガッティの商標権及び製造販売権を獲得し100%個会社として1998年に創業。フォルクスワーゲンの取締役会会長であったフェルディナント・ピエヒが主導した。18、サンシロニー b 2 1 8フォルクスワーゲンはブガッティブランドの再生を託して ジュージアーロのイタルデザインにコンセプトカー制作を依頼。最初にネドワクーペン EB118 が1998年のパリサロンで発表され、ついでツーリングセダンタイプの EB218 を1999年のジュネーブモーターショーでシロンをフランクフルトのイヤーで発表した。しかし、最終的なブガッティのコンセプトモデルはイタルデザインのものではなく、 1999年、東京モーターショーで、フォルクスワーゲン自身のデザインによるブアッティベイロンが発表された。コンセプトモデルでは555バリー機の18、気筒エンジンを使用していた。これは、乗用車としては、初の W 型エンジンであり、6気筒3バンクで構成されていた。また、フォルクスワーゲングループのモジュラー化されたエンジン群から多くのコンポーネントを共有していた。 2000年12月15日、フォルクスワーゲンは、ブガッテオトモビルを公式に設立した。フォルクスワーゲンで、駆動関係のチーフであった、カール・ハインツ・ノイマンが社長となった。フランスのモルスアイム近郊のドリスアイムで1856年に、作られ、エッド・オレ・ブガッティがゲストハウスとして使っていた、白、シャトー・サンジャンを購入、改装し本社とした。 以前のブガッティの工場はスネクマが手放そうとせず、フォルクスワーゲンは2000年夏のペブルビーチコンコース、デレガンスにおいて、モダンなアトリエを城の南隣に建設すると発表した。このアトリエと呼ばれた工場は、本社脇に新たに建造され2005年9月3日に、竣工した。ベイロン・ピエヒによるブガッティ新モデル生産の発表は2001年のジュネーブモーターショーで行われた。 ベイロンと呼ばれた、この車両は自動車史上最速、最強、最高価格とされた。大型で複雑な機構を持つ W18 エンジンに代わり、VR6 系統で1999年のベントレイユノディエールコンセプトモデルで最初に使用されていた W 型16気筒エンジンが用いられるとされた。この w 十六は四気筒四バンクでターボチャージャーを四気装備し、 1001馬力を予定しているとされた。最高速度時速 405km で価格は100万ユーロとされた。2001年の1年間も開発に費やされ、アドバンストコンセプトとフォルクスワーゲンが呼ぶ段階に進んでいた。2001年後半には、ブガッティは公式に社名をベイロン16.4と名付け、2003年に量産に入ると発表。 しかしその後も高速安定性に問題があり、プロトタイプの一台を壊してしまった。米国カリフォルニア州モントレーのラグナセカで行った、プレス向けデモンストレーションでは、スピンアウトを喫死クラッシュしてしまい、生産は遅れることになった。この年ピエヒは、フォルクスワーゲンの監査会会長に退き、取締役会長は、ベルント・ピシェッツリーダーとなった。ピシェッツリーダーは、ベイロンを、 製図段階まで戻し、大掛かりな変更を指示した。2003年12月、ブガッティの社長はケルンで銀行を経営し、かつてはルマンで BMW チームのレーサーとしても活躍したトーマス、ブシャーとなった。また、エンジニアリングチーフはマイフォルクスワーゲンのエンジニアの、ボルフガングシュライバーが付き、ベイロンには、大型が振るわれた。ベイロン最終バージョンは2005年9月3日に、 シャトーサンジャンで公開され、2015年2月に完売が発表され、絶版となった。ブガッティは、ベイロンに次ぐモデルとして、4ドアセダンの開発を進めていた。当時社長のブシャーは2005年10月の東京モーターショーにおいて、ベイロンのエンジンとトランスミッションを活用した、フロントエンジンの4人乗りになるだろうと発言した。2009年9月14日、 ブガッティブランド100周年記念式典のクライマックスにおいてコンセプトカー 16C ガリビエコンセプトが発表された。4度ア社では珍しいファストバックスタイルを持つ超高級セダンである。2ステージスーパーチャージャー付き W16 気筒エンジンをフロントに搭載しガソリン以外にエタノールでも走行が可能なフレックス燃料車である。駆動方式はフルタイム 4WD。 ブレーキにはセラミックスが使われる。しかし、ブガッティオートモビル第2の市販モデルは、この 16C ガリビエではなかった。シロン・ベイロンの後継モデルの発表は、2016年ジュネーブモーターショー開幕の前日、2月29日に行われた。シロンと名付けられた、この車両は、ベイロンのパワートレインを引き継ぎつつも、大幅に刷新、強化され、 ブガッティベイロンスーパースポーツさえも大幅に上回る最大出力1500馬力、最大トルク 163.2kgm を発生させる。最高速度は時速 420km で価格はベイロンの倍となる260万 US ドルとされた。シロンという社名はかつてブガッティに乗り活躍したレーシングドライバーのルイシロンから取られている。 アメリカカリフォルニア州モントレーで開催されたザックエールモータースポーツギャザリングにおいて発表された。ディボと名付けられたこの車両はシロンをベースに臨床性、ハンドリング性能を高めた。またシロンの空力をファインチューンしサスペンションとシャシーのセッティングを仕立て直した。さらに標準のシロンと比べて 35kg のウェイトダウンを実現。ダウンホースは プラス90キログラムを得た。40代限定で製造され、500万ユーロで販売されたが、即座に完売した。社名は1920年代に、ブガッティに乗りたるがフローリオを2度制したアルベルト・ディーボから取られている。ありがとうございます。